になると USG とですね、ベストなんですけれども、これ起こせましたね。これもズーペンギンも敵がいる位置を確認したら先にそこを4人で潰しに行くっていうのも手ですよね、挟まれないために。確かにそうですね。これ3チーム、もうなんとなく位置は把握してますね。そうなってくるともこれは役割分担をして、各方面見るプレイヤーを集めて打ち合いが始まる状況ですよ、はい、さあ早速ワンダウン、2アクセルがダウンしました。ただ決まりロンドの位置 もうすでに USG にやられてしまう位置にいますからね。これぶつかるか、あ、ただ USG うまいですね、広がりましたね、広がりましたね、挟み込むような形。これ決まりロンドさえ処理できれば、さあ決まりロンドをなんとか倒して、これ2位に入りましたよ、入りましたかね。ただこれ4対1、これちょっと絶望、絶望ですね。ただしっかり2位は取りました、2位は取りましたが、最後はズーペンギン、ルイ TV のキル、あのプレイヤーの A、箱を使って息してますよね、はい、これ手前まで行きますかよ、これもう物資のこれ取り合いですよ、酸素の奪い合いですよ俺の酸素を確保させてくれ、あちょっと、あまんじゅう、さらに切り落とっていく、まんじゅう何キルするんだ、これはモストキルはまんじゅうに行く、これはもう行ってしまってもおかしくない。さあ残り6チーム7人生存、いや酸素の奪い合い、残り12秒ですよ。さあ次の収縮、これもパルス際なので、川側がもう上がるかパルス死するかの二択っていう状況になってますよね、はい、川にいるプレイヤー、どのプレイヤーも瀕死状態なので、さあ収縮が始まる、始まって収縮が始まる、安全地帯でしもうこれはキルは取られないような状況、取らせないような動き、まあ、PL っていうのはおそらく銃声で気づいてるんですよ。そうですね、なのでこのチームが先に動くのを待って後ろから追っかけるような、形で、動きたい。これチャンスですよ、サイクロプスターズのゲーム気づいてないですね、スモーク投げますね、スモークを投げて走っていきたい、そんなローゼンメイゼンの後ろからサイクロプスアスリートゲーミング2人、マサシとキマリロンゾが待っています。一方今画面左側には USG スクランブルが待っていました。そうですね、 USG とこれどうすかね、ただもうクレストゲーミングが圧倒的に有利ですよ。いや先ほどの起こしたシーンもね2人ダウンしていたんですが、いい仲間に、おヤコこれ FPS システムですね、でやってますね。さあヤコこれローゼンメイゼン、さあ横からスクランブル、そしてクレストゲーミングマサシが、ここはコッポイを打ち取りました。クレストゲーあーサイクロプスアスリートゲーミングが後ろから、そしてクレストゲーミングが待ち構える、2人ダウンしています。ジャパンナンバーワン、そしてミスターヨッピーがダウンしている、ただ起こしていくクラット、素晴らしいプレーだこれは。そしてライゴールフィニッシュ、ワッツでしっかりと壁を作って、これはルミスの位置大丈夫ですか、これ気づける、あーっとウルザンさん、横にいる、ね、横にいる、挟まれてしまう、そのマンジュー、このマンジューをうまくキル取らないと、マンジューが、いやーなんていうこと、追い込み量、さあパルスの中からこんにちは、マンジュー選手、さらにグレネード構えて落ちてしまった。さあこれは一旦移動してノバを仕留めていくようなグレネード、これはジュピターノバかなり苦しいか、全滅に近いんではないでしょうか、まだいるか、ラスティ選手がまだ生存してますか。さあここで V3 ホックス味方を復活させつつ、白虎組がどうなっているか、残り2名スモークで今うまくごまかしてはいますけど、3チーム6名有利なのは依然 V3 ホックス、あー倒れましたね、あーラスティが落とされる、ここでジュピターノバ全滅、残り2チーム5名、おお V3 ホックス、おっとどうだ、車に乗ってる佐藤落とした、さあそして百国組見つけましたよ、アブロット処分なさい、さあ V3 フォックスドンカツ、見事ドンカツを取りました、 V3 フォックス、このバナナマンドンカツを取ることができるか、この駆け引き最高ですね、はい、どっちがどのタイミングで始めるのかっていう、しかも本当になんでしょう、普段ゲームでは見ないこの上と下というね、そうですね、はい、崖下そして崖上の攻防です。ただ2チーム2名生存、1つ辛いのは上から仕掛けれるとは言っても、はい、少しこの岩のガタガタに、はい、足を踏み外すだけで何か狙ってるか、スベニール、エイムがずれてしまうのが辛いですね、まだスモーク、ただもう中央に近いのはザフケールなんですよ、はい、なので動かなきゃいけないですよね、最終収支が始まったら、飛び降りながらいった、ラックスが決めた、ドンカツはザフケール、そうですね、まあはい、完全地帯の位置的にはバナナマンが、はい、まあ、収縮が始まってしまえば不利になってしまう位置だったので、はい、バナナマンとしては先に動きたかった、這いずりながらもダメージを受けながらも相手の位置をつかむ、これで一人位置が分かりました、なるほど、見事なロックメイビー位置をつかみました、
ここで託された味方シェイブルズ、車持ってるんだ、車持ってるのは大きいですよ USG。 そのまま隠れてルーディーブ落とすか、ただシェイブルズが後ろにいた。さあここでアキラが気絶、その後ろからスクランブルがリア選手にダメージを出していく。実質これ111ですね、111ですね、中央にこの祀られてるようなアキラ選手を元に3人がなんという絵でしょうか。いや、ズーが取りましたね。しかもルイ TV が落としてきました。ゆっくりほふく前進して寄っていく。これはこれはこれ決まる。俺の最後の一撃食らえルイ TV。 さあ決まった。残り2チーム2名、シェイブルズ、あ、見えた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 、リアと打ち合う、シェイブルズが取りました。ドンカツはシェイブルズ、見事今一番人気でやっていく。残り3チーム、3チーム8名、マーメイド全滅か。しかも南側のクレストゲーミングが、はい、東の林占領してますね。いやー本当ですね。さあ残る3チームですが、1番サンシスタースーサイダーズ、そしてクレストゲーミング、グレードが怖い、残るはディメンション3。いやーさあ三つどもえとなりましたが、3チーム安全地帯が北側になりましたよね。はい、はい、その中で車両をもしサンシスターが確保しているのであれば有利なんですか。サンシスター非常に攻撃的、あとディメンション3だけですよ。前回日本代表になったこのサンシスタースーサイダーズ、サブラックがしっかりと相手の位置を掴んでいく。しかしながらディメンション3も負けてはいられない。総合ランキング現在19位、このサンシスタースーサイダーズには取られたくない。いやこれサブラック落ちる、気づいてない気づいてない、サンシスター、ただこれ落としきれなかったの癖、これはもう一気に囲まれますね。サブラックが正面から来る、どうだ、打ち合い打ち合い、さあ横から打たれる、サンシスタースーサイダーズがそのままドンカツ、見事です。クレイジーサムが来ます。最後見事ドンカツ、はい、まだこの崖下の どのチームかが生き残ってるっていうすごい面白い状況がおそらく、あ、ラッサルデスターのスモーク前、シェイキングジョーズがスモーク足から前に出る、そして車両、わっ、グレネード怖いさ、爆破、シェイキングジョーズ一歩下がる、そしてグレネードを返していく、こうなってくるちょっとやばいぞ、このグレネードはどうだ、このグレネードは刺さるか、どうだ、少しダメージありましたか、もう一個大丈夫か、はい、次あぶねえ、大丈夫か、USG、 いやそして USG はまだ生存、下には避ける、ここはあえてパンクさせて、さあシーキングジョーズがさあどっちに、どう距離を詰めるか、グレネードクロックボックス、あ、潰しましたね。さあ残り2チーム4名、あと1枚かけしたちょっと待って、これだけみんな戦ってたのに、これ USG 気づいてますよ、それあれおかしいぞ、あれあれおかしいぞ、あれれ、さあ喜んでる USG、 さあ囲んでいく、3名残ってる USG、 ヒステリックジャムが最後ファイナリーを務めてドンカツ、ドンカツヒステリックジャム、わからないんですよ、はいはい、そういった中でどういう選択をするのか、はい、さあ屋上から何か狙って、まあうまく索敵してますね、状況をつかみたいんですが、まだちょっと状況をつかめてないんですが、だいたい読めてますね、だいたい読めてると思います。ただガムハはこれ今中心方向に向かって降りると蜂の巣になるの分かっているので、はいはい、一旦は道路側に降りるんじゃないかなというのが個人的な予想なんですが、あ、ただ見えましたね、これ来ますよ来ますよ、さあ最初やるかもやるかも、これ やりますね、おそらくガムハ選手上から行くか、さあ先に仕掛けたらジュピターノバ、さあチーム5名、ラストバトルアルファリーグ、さあ残るドル2チーム4名、ジュピターノバダウン、さあ残るはサンシスタースーサイダースか、クレストゲーミングウィンドホールか、最終決戦、上に向けて攻撃を仕掛ける、しかしながらダウン、どちらが取る、ダイブしたー、さあ惜しい、惜しい、さあ取ったらクレストゲーミングウェイのホール、ドンカツ、いや惜しいわ、ドンカツです。